皆さん、こんにちは。タレントの清水圭さんは、一時期芸能界でも指折りの人気タレントとしてバラエティ番組に引っ張りだこでしたが、いつの頃からか露出が減り、2022年に60歳で芸能界を引退しました。今回は、清水圭さんと高坂みゆきさんとの結婚やお子さんについての情報、芸能界から干された理由や近況についてまとめてみたいと思います。まずは、清水圭さんのプロフィールを見ていきましょう。清水圭さんは本名を清水圭太と言い、1961年6月24日生まれ、京都府宇治市の出身です。清水圭さんは1994年に元アイドル歌手で女優の高坂みゆきさんと結婚されています。高坂みゆきさんは1963年2月7日生まれ、神奈川県大和市の出身です。高坂みゆきさんは清水圭さんと結婚する前の1987年に一度、3歳上のヘアメイクアーティストの一般男性足立和也さんという方と結婚されています。ただ結婚して3年後の1990年には離婚しています。離婚の原因は足立和也さんの浮気と言われていますが、当時は高坂みゆきさんにも彼氏がいたとの噂もあるので、お互い様という感じなのかもしれません。そしてそんな高坂みゆきさんが清水圭さんと結婚したのは、その4年後の1994年のことでした。清水圭さんと高坂みゆきさんが出会ったのは、週刊スタミナ天国という番組のハワイでのゴルフロケでした。ちなみにその当時、清水圭さんはまだ東京に進出する前だったこともあり、高坂みゆきさんは彼のことをご存じなかったそうです。そこで親友だった河合和美さんに尋ねたところ、関西ですごく人気があって面白くていい人だよとの返事があったことから、その仕事を受けることにしたのだと言います。このゴルフロケの後、清水圭さんからのあなたの住所を教えてくださいという清水圭さんらしいちょっと角度を変えたアプローチが高坂みゆきさんにクリティカルヒットしました。二人の距離は急速に縮まったと言われています。高坂みゆきさんはその前に一度離婚したこともあり、当時はもう結婚はしないかもという時期だったのだそうです。気楽に友人と遊んだり仕事をしたりして自由を謳歌していたそうですが、そんな中でただ単にご飯を一緒に食べたいなってすんなりと思えたのだそうです。実は高坂みゆきさんはなかなか子供ができにくい体質で、清水圭さんとの結婚後に不妊治療を受けていたそうです。ただ不妊治療とは言っても体外受精などの高度な治療ではなく、漢方薬で体調を整えるタイミング療法だったそうです。しかしそれでもなかなか子供が授からず、通院を始めて3年ほど経過した頃のことでした。清水圭さんが、まあいいじゃん、二人で暮らしていったってそれはそれで楽しいよと言ってくれたことにより、ふっと楽になったそうです。通院にも飽きてきてサボったりしていた頃に、なんと妊娠したのだそうです。そして1997年に長男太一さんが誕生しました。さらに清水圭さん、高坂みゆきさん夫妻は長男誕生後すぐに二人目の子供を望むのですが、またすぐには授からなかったため再び不妊治療を始めたそうです。しかしこの時にもなかなか授からず、また治療をサボり気味となったタイミングを見計らうかのように次男を授かったそうです。その後高坂みゆきさんは次のように語っています。次男の時も結局は薬の服用もサボって旅行をするなど、気が抜けた時に妊娠ですから、私の場合は精神的なことが本当に大きかったような気がしますと述べています。そして2002年に次男颯太さんが誕生しました。このように清水圭さんと高坂みゆきさんの間には2人の子供が誕生し、賑やかな4人家族となりました。清水圭さんといえばお笑いタレントとしてはもちろん、クイズ番組のパネラーや情報番組のレポーターにラジオの DJ などなど多彩な活躍を見せていました。フジテレビのお昼の顔だった笑っていいともや世界ウルルン滞在記
奇跡体験アンビリバボー、探偵ナイトスクープなど多くのレギュラーを抱えていました。しかしいつの頃からかどんどん露出が少なくなり、テレビで見かけなくなっていきました。そんなことから清水圭さんは芸能界から干されたのではないかなどと言われるようになります。そこでその点について調べてみたところ、清水圭さんには干された、消えたと噂されて当然のいくつかの理由があったことが分かりました。ネット上で噂されている清水圭さんが干された理由について見ていきましょう。干された理由の一つ目は、生意気な言動で笑っていいともをクビになっていました。お昼の人気番組笑っていいとものレギュラーに清水圭さんが抜擢されたのは、クイズ番組の回答者や情報番組のレポーターなどで引っ張りだこで、まさにブレイク芸人として活躍していた頃でした。もちろん清水圭さんにとって笑っていいともは新人の頃からの憧れの番組でしたが、当時大阪でも多くのレギュラーを抱え、東京と大阪を往復する忙しい毎日を送っていました。そんな中にあっては、いつしか清水圭さんにとって笑っていいともは特別な番組ではなく、多くの仕事の中の一つとなってしまったのだと言います。そんな清水圭さんはレギュラーに抜擢されてまだ1年も経たないにもかかわらず、夏休みを取ってしまい、スタッフや共演者から不況を買ったと言われています。ちなみに同番組に長年貢献した笑福亭鶴瓶さんですら、同じくレギュラーだった中居正広さんから毎年正月にハワイへ行くために休暇を取っていたことを揶揄される一幕もありました。このことからも当時の清水圭さんへの共演者やスタッフからの反感の大きさが想像できます。笑っていいとものグランドフィナーレ後の打ち上げにも参加できなかった清水圭さん、実際清水圭さんは笑っていいともを降板させられたことについて自身のブログの中で次のように語っています。レギュラーになった年に夏休み、もろたんも私ぐらいやろな、スタッフは頭にきたと思うわ。芸能人としてはまだまだひよっこだったとしていますが、とにかく生意気だったと振り返っています。干された理由の2つ目は、所さんの世田谷ベースをダブルブッキングで降板しました。清水圭さんは2007年から2014年までアンビリバボーなどで共演していた所ジョージさんの看板番組所さんの世田谷ベースにレギュラー出演をしていました。所ジョージさんと同じ匂いがする清水圭さんですから、二人の共演はとても人気があったのですが、ある時突然に清水圭さんが卒業することになり、視聴者が騒然とする事態になりました。一部に所ジョージと喧嘩したの、清水圭は干されたなどという噂がまことしやかに飛び交ったのですが、実はそのような事実はなく、清水圭さんの降板理由は次の通りです。マネージャーさんの確認ミスで世田谷ベースと同じ時間帯に放送するスカパーのゴルフネットワークの We Love LPGA Tour という番組に出演が決まり、気づいた時にはスカパー側を断ることができない状態だったようです。厳しい芸能界にあって裏番組への出演はタブーとされており、たとえブッキングミスとはいえ芸能界のタブーを犯したことに変わりはなく、その意味では干された原因と言えましょう。一部にはこれにより今や芸能界での影響力が大きい所ジョージさんの逆鱗に触れ、清水圭さんが芸能界から追放されたなどという説も出ていたようです。当時清水圭さんはブログで10月の番組改編時期には世田谷ベースに復帰したいと語っていたのですが、それ以降清水圭さんは世田谷ベースに戻ってきませんでした。干された理由の3つ目は、本田圭佑選手への批判で大炎上しました。清水圭さんが干された理由の一つに、サッカー選手本田圭佑さんに対する批判が影響しているとの噂もあったようです。大のサッカーファンである清水圭さん、2009年の日本とオランダとの親善試合でフリーキックの際に本田圭佑選手が中村俊輔選手に放ったとされるありえないセリフをブログで取り上げ、本田圭佑さんを厳しく批判しました。なんかええ話みたいになってるけど、
実際はそんな綺麗児ではおまえん、と綴り、キッカーを諦めきれない本田選手が中村選手に吐いた、ありえないセリフを私は知って万年。このことはずからっと言わんつもりでいたけど、彼がこのことに口を開いた以上、美談になるのは、そんなアホな、なんで書いてしもた、としています。自身のブログ上で、当時の本田圭佑選手が、中村俊輔選手に何らかの暴言を吐いたことを示唆する文章なのですが、さらに翌日の更新でも、再び本田批判を繰り返しました。それに対し、多くのサッカーファンが激怒し大炎上に発展する事態になったのです。その翌日のトースポウェブ上でも取り上げられたくらいです。あまりの反響の大きさに驚いたのか、その後間もなく清水圭さんは、本田圭佑選手について書いた一連の批判記事を削除しましたが、時すでに遅しでした。ブログを読んだサッカーファンから、バッシングが殺到しました。その後、清水圭さんはブログ内で謝罪をするのですが、本田選手の件、削除します。えらいすんまへんと謝罪しました。ブログで文章を削ったことを謝罪するとともに、今回のことに関しては、ここからすべてのコメントを受け付けませんのでよろしくお願いします、と本田圭佑選手に関してコメントしないと綴りました。しかしこれが、炎上の火に油を注ぐ形になってしまったのです。清水圭さん流の照れ隠しなのでしょうか。それともプライドの高さがそうさせているのかはわかりませんが、清水圭さんのこういった対応が、その後の芸能活動に影響を与えたと言っても過言ではなさそうです。実際、この本田圭佑批判事件から、清水圭さんにはサッカー関連のオファーが来なくなってしまいました。それでは、芸能界を引退した清水圭さんは現在、何を生業としているのでしょうか。まず、実業家として活躍しています。清水圭さんは、2012年6月1日に目黒区にオープンしたカフェ&アパレルショップ、ストレージでのオーナーとしての仕事がメインになり、自然とテレビの仕事が減っていったとも言われています。ストレージには、柿の木坂コーヒーという、ニューヨークスタイルのカフェが併設されています。どちらも繁盛しているようで、清水圭さんは様々な方面に気を使う必要のあるタレントとして活動しなくてもいいくらい、実業家としての収入がしっかりと入ってくるようになったようです。そして、2022年4月末、清水圭さんが芸能界からの引退をブログで表明し世間が騒然となりました。清水圭さんは引退理由について、モチベーションがなくなったという、誠に個人的で勝手な理由です、とブログに綴っています。2022年4月までに吉本興業も退社したようで、5月にはブログも閉鎖されました。テレビ局関係者によると、清水圭さんの露出減少や引退は、やはり前述の所さんの世田谷ベース交番の件の影響が大きかったのではないかとのことです。所ジョージさんを激怒させただけでなく、マネージャーの失態をブログに綴ったことで、吉本興業との信頼関係にも傷がついたのではないかと言われています。所さんは清水さんのことを気に入って共演していたが、この件で、二人でやってる番組なのに、と激怒したと伝えられています。さらに所属する吉本との信頼関係もなくなったとも言います。新しく番組に出る際、いわゆる裏かぶりがないか確認するのはマネージャーにとって常識。もちろんそれを怠っていたら問題ではあるが、たとえ事実としても、それをブログに書かれたらマネージャーの立場がない。吉本としても社員が大っぴらに批判されては、信頼関係がなくなるのも仕方がない、と芸能プロ関係者は語っています。清水圭さんは、2019年の吉本興業の闇営業騒動の際には、宮迫博之さんが恫喝されたと語った岡本明彦社長から、自分も恫喝されたと明かしたこともありました。過去の自身の言動から、芸能界や事務所に居場所がなくなっていたのかもしれません。また、2021年に60歳という節目の年を迎えたこと、さらに実業家として成功していることも、清水圭さんに芸能界引退を決意させる要因となったのではないでしょうか。二人の子供にも恵まれ、芸能界きってのおしどり夫婦として知られていた清水圭さん。
高坂みゆきさん夫妻ですが、実は離婚していたことが2023年5月の女性セブンの報道で明らかになりました。高坂みゆきさんの知人は少し前に2人が離婚したと証言しており、清水圭さんの経営者としての活動が順調に続く一方、夫婦関係は悪化していったことを明かしています。子育てに一区切りがついたこともあり、清水圭さんは2020年に家族4人で暮らしていた自宅の持ち分を高坂みゆきさんに財産分与して家を出ていき、そのまま離婚に至ったといいます。ただ家族仲が悪いというわけではなく、清水圭さんは家族で暮らしていた自宅近くの単身用のマンションを借り、一人で生活しているようです。清水圭さんはすでに芸能界を引退していることもあり、離婚報道に対してコメントを発表するといったことはありませんでしたが、高坂みゆきさんの関係者は離婚は事実ですと認める発言をしていたとのことです。いかがだったでしょうか。今回は清水圭さんのこれまでの経歴と近況について見てきました。前半は清水圭さんと高坂みゆきさんの馴れ初めや、辛い不妊治療の末に2人の子供に恵まれたことについてでした。そして後半では清水圭さんが芸能界から干された3つの理由と現在についてまとめてみました。その奔放な言動からいろいろと波紋は呼びましたが、サッカーやゴルフにサーフィンと多趣味な清水圭さんですから、もともとタレント活動よりも実業家の方が向いていたのかもしれません。おしどり夫婦として知られていた高坂みゆきさんとは離婚していたとのことで世間を驚かせましたが、現在の清水圭さんは趣味が実益となった充実した生活を送られているようです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。